ですね、今日、ニッシーと喋ったんですよね。ちょっと嬉しかった。もう嬉しくてね。俺ってこういう制約だから。だって西山君、俺こういう制約だから。ね、どうしていくんですか？俺もこういう制約で。ニッシーと、大関君の問題かもしんないけど、なんか俺の中の心のどっかで、バカにされてんのもちょっと嫌だったっていうのもあったし、俺も飲まれてたから分かるんだけど、飲まれてる時って、電話しました。さっき電話喋ったよって見せたんですけど、言われても俺は気づかなかったけど、ニッシーが早く気づいたっていうか、練習したあれを見て、ちょっとね、俺カーブ投げらんねえから、本当にすぐに電話しちゃって、ニッシー練習したじゃんって。そこで自分がやっぱ思ったことを、やっぱ逃げるのは、しあのしあの逃げるっていう言い方ちょっとおかしいかもしれないけど、試合をしないで逃げるとか、そういう感じで言われてんだけどって。やっぱ試合に勝つ負けるじゃなく、そこに本当に頑張って練習して、そこまでにチャレンジしていく姿がやっぱかっこいいと思うよって。勝ち負けじゃねえよって。だから今回練習したら、そう、嬉しく電話したんだけどみたいな感じでね。俺もあんまり頭良くないからさ、その試合の前に捕まるだろう。そんなの分かんないですよ、捕まる捕まらないって。実際体操も、金村さん、体力ないです。でいいじゃないですか、今なくても。試合の時にそれがどうなってるかじゃないですか。本当に勝負は勝ち負けです。ですけど、そこまでに男という人間が向き合って戦うっていうのを、それが動画じゃないですか、配信じゃないですか。本当にそこに頑張ってるっていう姿、そういうのもあればさ、皆さん思いますよね、本当に。